じゃあちょ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 っていきますね。起承転結の順番では触らない。仕入れ先と商談中に正直に申し上げますと御社と A 社で迷っています。なるほど、では弊社と契約していただきます。特別にさらに1割引きって言われて、本当ですか、では契約しますポーンみたいな。で結局、まあ、ジャックに上司にこう結果報告、結局 B 社と契約しました。へえ、どうして、 A 社の方がサービスがいいし A 社にすると思ってたよ。で起承転結で、確かに A 社の方がサービスが良いのですが、でも B 社は、ああ昨日 B 社の林さんとお会いしたんですが、会うのは2度目だったんですけど、最初はお天気の話をして意外に盛り上がったんですよね。この中この時点でもう集中できなくなる、はい、試しに A 社の名前を出してみたら林さん急に焦り出しちゃってみたいな。待ってこの話の予定は何はみたいな。はい、そういうことでどうぞ。そうですね、はい、そういう起承転結はもうあまり説得力にならないんですね。特に起承転結じゃなくて、西洋人が学校で、まあ、西洋人というか英語圏の人が学校で覚えるのはパラグラフライティングです。結論を言う、結論を裏付ける理由を述べる、そしてその後もう一度結論を言う。だから結論、一番大事なものは最初に来ることなので、もう大事じゃないものが最初にあると混乱してしまいます。もう大事なこといつ来るか、でもすごく長くなるともう集中できなくなることがありますね。ですから一番最初に一番重要なことを言うのが大切ですね。はい、私も大学英文科卒なんですけど、やっぱパラグラフライティングの授業ありました。めっちゃやってました。超 大事です、うん、まず結論を言うみたいな。でこのまずこういう結論である、その理由は1個2個2個で、最後にということでこういうことでしたみたいな。結論、ね、結論サンドみたいな。そうですね、サンドイッチですね。はい、確かに、はい、じゃあクイックにこれ漫画にはないやつなんですけど、4年前実際の失敗例、まあこれ本当に生々しすぎて漫画にできなかったんですけど、まあ、私はそのあれなんです、今米国のマイクロソフトコーポレーションの方の所属ですけど、まあ、最初3年前は日本マイクロソフトに入社だったんですね。で、まあ、日本人30人、私含めて30人いて、上司がアメリカ人1人っていうチームだったんですよ。でなんかこう会議で私が、まあ、最初は日本組だけである程度意見をまとめてから上司も交えてセットしようって、これまあ優しさだったんですよ。まあ、だからこう上司にレポートするのは日本組だけで、まあ意思疎通が簡単なので日本語だと、こういうことでじゃあこうしよう決定って言ってから上司のアメリカ人ってことになりました。でまあ呼ばなかったわけですよ。そしたらまあはぶられたみたいに、まあ当然 なったわけで、なんか彼はやっぱ寂しかったみたいで、よくこうなんか食事行く時も彼だけ呼ばれなかったりとかあったらしくて、まあ、私は飲み会とかそもそもこうそういうのが来ないんで知らなかったんですけど、まあ、彼は呼ばれないみたいな。で あとはなんかこうやっぱりこう自分がそんなに英語得意じゃないから喋りかけちゃダメだって遠慮があるんですよね。なんかめっちゃ英語下手くそなのに喋りかけたら時間の無駄にしちゃしまうんじゃないかって遠慮があって喋りかけなかった。私そうだったけど周りの人たちもやっぱそうだったんですよ。だから結構孤独だったみたいなのもあって、まあそういうのはやめてこう体当たりで行こうということを QA で言おうかなって思ってたんですけど、まあ QA にそのままシームレス、まあこの話でしたってことで。